ロッキード L-188。ロッキード L-188 は、アメリカ合衆国のロッキード社が製造していたターボプロップ旅客機。初飛行は1957年。相性はエレクトラ。対戦障害機 P-3 はこの機体設計を転用したものである。ロッキード社が、コンステレーションの後継機として開発した、アメリカ初のターボプロップ旅客機である。 なお、コンステレーションとは違い中短距離用の機種として開発された。1954年から開発に着手し、1957年12月に初飛行、1959年早々に就航を開始した。ロッキードの旅客機の愛称は代々生にちなんだものとされており、エレクトラは同社のアイデンティティであった卵形総水直尾翼の元祖で、日本でも 陸軍一式貨物輸送機としてライセンスなされた第二次世界大戦前のベストセラー総発機エレクトラ L-10L-14K より数えて2台目である直線翼、低翼配置の4発機でラジカルな外形が目立つ同車機の中にあって珍しくオーソドックスな出立たちが逆に特徴とも言えるターボプロップ機には当時のジェット機に比べて 運行経費が低廉、かつレシプロ機からの乗員移行が良いという利点があった。世界初のジェット旅客機コメット MK1 の就航、1952年当初から、ジェット旅客機は時期尚早という怪奇的な声が半ばしており、果たしてコメットが連続事故に見舞われると、もはや性能を向上の余地が残されていない、レシプロ旅客機大隊と、 ジェット旅客機が本格化するまでのつなぎとして、10年程度はターボプロップ機の時代が続くと考えたエアライナーも少なくなく、直前に大型ターボプロップ軍用輸送機 C-130 を成功させ、ロッキードに期待が寄せられた。ローンチカスタマーはイースタイ航空とアメリカン航空で開発は順調に進行した。 ロッキードは C-130 での成功から自信を持って、ジェットよりターボプロップを選択しており、最初は C-130 によく似た、高翼式の試作機を製造した。しかしエアライナーからはこれでは小さすぎで経済性が悪く、また、高翼式は不自議などにおいて安全性を損ねるとの意見が出たため、胴体を拡大し、低翼式に変更された。 しかしボーイングの自社開発機367から80、後の KC-135、707が同時期に進むぞらし、ターボプロップを含むプロペラ機では到達不可能な高性能を安定して発揮できることや、同じく安定した高速での飛行、そしてそれなりの経済性を実証したため、エレクトラの将来性には開発中から暗雲が立ち込めることとなった。 修行時にすでに陳腐化が明らかになったエレクトラは間もなく設計に起因する連続空中分解事故にも苛まれる。1959年9月28日にテキサス州バッファロー上空でブラニフキが空中分解し乗員6名乗客28名が全員死亡。また翌年3月17日にはインディアナ州ペリー郡上空でもノースウェスト機が 空中分解し、乗員6名乗客57名が全員死亡した。アメリカ航空宇宙局とロッキード社による原因究明の結果、主翼のフラッター現象が原因であることを突き止めた。体系プロペラの交流が異常振動を将来し、共振から主翼の疲労破壊に至ったのだが、開発競争の中で十分な試験を行わず、請求に過ぎた発表と就航も、 批判の対象になった。この欠陥は、エンジンの指示方法を変更し、最大巡航速度に大幅な制限を加える、324-275キロトンことで、一応の解決を見たが、飛行停止処分に伴う悪評もセールスに打撃を与え、しかも、全世代のレシプロキー以下に制限された、列速では、コンベア880やボーイング720など、 同クラスに登場した中距離用ジェット機やこれらより小型の主度カラベルには全く立ち打ちできなった。さらにより小型だが安価なターボプロップ機であるビッカースバイカウントや東側諸国や発展途上国においてはイリ子ーシるマイナス18にも顧客を奪われることになった。カンタス航空やキャセイパシフィック航空では洋上飛行を伴う中長距離国際線でも 運行されたが、間もなく、コンベア880やボーイング707にとって変わられるなど、航空会社でも使い勝手に持て余すことも多く、コンステレーションで一世を風靡した名門、ロッキードの看板と販売力をもってしても、144機の受注、総生産機数は167機に止まり、生産開始からわずか4年後の1961年に生産が終了した。 一方、低速と大きな機内容積や積載量を要求される対戦障害機としては格好とされ P-3 としてアメリカ海軍やその同盟国の軍隊に採用され大ヒットとなった海上自衛隊にも導入されているこのエレクトラの大失敗によってしばらく旅客機の製造から遠ざかることになったロッキードはその後1970年代に 先進技術を投入した三発ワイドボディ旅客機、トライスターで機種改を図るが、開発遅延からトライスターの販売にも失敗し、最終的に旅客機製造からの撤退を余儀なくされた。アメリカでは1970年代中頃には、新造機を導入した大手航空会社の多くが、旅客輸送を取りやめ、多くの航空会社が代替としてボーイング737や、 マクドネルダグラス DC-9 を採用した。なお、その後払い下げられた多くの機体は、セミワイドボディを利した貨物機として運用された。リーブアリューシャン航空では1960年代から2000年に営業を停止するまで旅客機として利用ていたが、リーブアリューシャン航空8便緊急着陸事故など、複数回事故を起こしている。心臓機を導入した。 ブラジルのバリングブラジル航空は、離着陸時の滑走距離の短さと大きな搭載量を活かして、滑走路の短いサンパウロのコンゴニャス国際空港と、同じく滑走路が短いリオデジャネイロのサントスズモン、空港間のシャトルビン、ポンチアイレア専用機として、ボーイング737やフォッカー100に代替される1990年代初頭まで運用しいた。その他の国々では、 1980年代には、そのほとんどが貨物型に回収され細々と運行されていたものの、現在は老朽化のため数機が貨物機や消防機としてアメリカやカナダで運行されているのみで、残る多くが地上保管、もしくはスクラップとなっている。なお、アメリカ海軍が払い下げた P-3 も消防機などとして使用されている。 日本航空が採用を検討したものの結局は、Z 機のコンベア880を採用したこともあり、日本の航空会社での採用はなかった。しかし、キャセイパシフィック航空と、カンタスオーストラリア港が1950年代末から1960年代まで、使用し、羽田空港や伊丹空港などに乗り入れていた。また、中華民国のウィナーエアウェイズやアメリカの航空会社が、 チャーター便で乗り入れを行っていた。L-188 を母体に開発された対戦哨戒機。旅客機としては失敗に終わったエレクトラだが皮肉なことに低速巡航性能と低燃費が哨戒機としての適性を満たしたため対戦哨戒機として改め設計された方が P-3 オライオンとして大きく花開くことになる。 羊が旅客機のため良好な居住性や電子、機器搭載能力、エストール性、長時間対空性能、ジェット燃料仕様による資材共通化なども評価された。P-3 は高い商業的成功を収め、500機以上が生産されている。海上自衛隊にも100機以上が導入されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。